ラムさんごちそうさまでそれでは今回なんですけども、PayPay ペイ、ペイ D 払い、街角 PayPay と D 払い生活応援キャンペーン、二つのお得なキャンペーンを比較ということで、今回は今現在1月の PayPay ペイペイと D 払いのとあるキャンペーンが開催中でして、そのキャンペーンが結構似てるんですよね。まあ、そこで僕なりにどっちがどんな風に違いがあるのかというのをですね、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。 まずそのとあるキャンペーンということなんですが、もうちょっとあのタイトルのコールで言ってしまったんですが、今出ているこちらの2つのキャンペーンとなっています。 ペイペイでは街角ペイペイの第2弾。そして、D 払いでは D 払い生活応援キャンペーンということですね。このキャンペーンは結構意外と似ていまして、まあそれも含めて1月はどっちで決済していこうかなというふうに迷ってる方がいらっしゃれば、まあ少しでも参考にしてもらえばなと思います。まずこのペイペイと D 払いそれぞれのキャンペーンの共通点ですが、ご覧のようにまず日程なんですよね。もともとペイペイの街角ペイペイについては1月の31日までだった んですけども d 払いののの生活応援キャンンペーンと同様に3月の31月日日火曜日までとなりました、まあ僕的にこの街角ペイペイ第2弾のキャンペーンが終わるので、まあそこから D 払い生活応援キャンペーンを使おうかなというふうに思っていたんですが、まさか延長が決定したので、この段階でちょっとどちらを使うかっていうのはちょっと悩んだところではあります。 次の共通点は、どちらもですね、こちらのキャッシュレス消費者還元事業の5%のお店が対応ということですね。この5%のお店でなおかつ PayPay や D 払いが対応していれば、キャンペーンに参加ができるということになっています。 そして、ここからは共通点というよりかは、ちょっとした比較をしていきたいと思います。やはり気になるのは、まずそれぞれの還元率ですよね。まずこの街角 p ドペイペイの場合は、最低でも普通のペイペイの還元と含めて、ま、還元率は6.5%の還元。そして、20回に1回の確率ではありますが、最大で1000円相当が戻ってくるペイペイチャンスも健在です。 次にこちらの D 払い生活応援キャンペーンの場合は、キャッシュレス消費者還元5%、プラス D 払いの5%を上乗せして、合計で10%分の D ポイントが還元されます。なので、まあ、これで見ると還元率的には D 払いの方が高いんですが、やっぱり PayPay の場合は PayPay チャンス1000円があるので、まあ、その存在もかなり大きいかなと思います。 次に付与される上限なんですけども、まぁ、あ、マチカドペイペイ第2弾の場合は、1回に1000円相当、で、1ヶ月に5000円相当まで、で、あとはキャッシュレスシ費者した還元事業だと、1ヶ月、そして1回に2万5000円相当までとなっています。 で、d 払い生活応援キャンペーンの場合は、1回に500ポイントまで、で、一月に2000ポイントですね。そして、えー、キャッシュレーション社事業の場合だと、1ヶ月、そして1回に3万ポイントまでとなっています。まあ、上限を見る限りは、ペイペイの方があるのかなという風うにも見えますね。次に、付与される日なんですけども、ペイペイの場合は、決済したら、その翌月から起算して、30日後に付与されます。そして、d 払いの場合は、決済した月の翌々月末。 となっています。なので、まあ、ペイペイの方が、まあは、まあか、若干その1ヶ月ぐらいなんですけども、早く還元はされるようになっていますね。 で、このキャンペーンとはちょっと外れるんですけども、使えるお店の数ですね。まあ、これに関しては僕の勝手な印象ですが、やはり PayPay ペイペイの方がかなり多いのかなというふうに思います。もちろんこれは住んでいる場所、利用するお店によって、D 払いが利用できるところが多いという方も中にはいらっしゃるかもしれません。なので、一概にこれはどっちということは言えませんが、僕個人として思うのはやっぱりこう PayPay ペイペイの方が多いのかなと、 いうふうに思います。 まあ、使えるお店と関連して、せっかくなので、まあ、それぞれのマップもどんな感じなのか見てみましょう。まずはもう今出てる2つのマップなんですけども、左の赤枠の方ですね。こちらは今、ペイペイのマップで、場所はどちらとも博多駅を出してるんですが、ペイペイの場合は全画面でアプリからマップを見ることができるので、まあ、比較的使いやすい印象かなというふうに思います。で、こちら右の D 払いのマップなんですけども、これはそのアプリというよりかは、その D 払いのアプリから ブラウザにアクセスして、その、そこから使うマップなので、ちょっとまあ全体的に見ると少し見にくい印象です。けどまあ、キャッシュレスショ還元の5%のところは結構見つけ、見つけやすいのかなと、個人的には思います。で、最後に決済音なんですけども、PayPay の場合は PayPay と端末がなるんですが、D 払いだと何もならないので、もうどうしてもあの PayPay という 決済を聞きたいという方であれば、もうこれはもう PayPay ペイペイを使うしかないですね。 最後にまとめるとこんな感じです。まずペイペイからですね。街角ペイペイは還元率は最低でも6.5%もしくはワンチャン1000円の可能性もあり、あとは使えるお店も多くてなんと決済音が鳴るということですね。それに比べて生活応援キャンペーン D 払いの場合は10%還元で還元率はやや高めなんですけども少し使えるお店が少ないという印象という感じですかね。あとはもらえるポイントは期間用途限定ではありますが D ポイントを貯めたいというか 方は D 払いを重点的に使ってもいいのかなと思います。 まあそんなこんなで今回はペイペイの街角ペイペイ第2弾そして D 払い生活応援キャンペーン2つのキャンペーンについて簡単ではありましたが比較をさせていただきました。まあどちらのキャンペーンも3月の31日までなんですけども、まあ、僕の場合は、D、ペイペイと D 払いどちらもうまく併用しながらこう利用していこうかなというふうには思っています。まだまだこれ以外のキャンペーンもそれぞれ開催されているのでまあそれらも踏まえた上でどっちで決済するかというのを選んでみるのもいいのかなと いうふうにも思います。一応下の概要欄に今回参照した公式ページのリンクも貼っていますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。